朝自分落とさないようにしてて怒られました。はい、でもこれは良くないんだけど、なんかやっぱそういう系は落とした時大変だっていう、なんか自分の中でそう落とす前提じゃないけど、もう個人情報わからないように何も記さないようにしてます。これは仕方ないんだって、落としたいと思って落としてるわけじゃないし、落としちゃダメだって分かってるのに落ちてしまったから、これは仕方ないよね。あーやっと、あ気になってるそれ、やっと。でもさあ、ほしいもちゃん、くまちゃん、ありがとうね。でもカードにエアタグつけられないでしょ、難しいっすね。あ、ありがとう、おめでとうって言ってもらえた。もうそろそろ始まるかな。お着替えして、髪はもう完璧なのでやってもらって、お財布持って、あ、持ってる。だいぶ前じゃないそれ、お財布じゃなくてみたいなこと、ケースに入れてるみたいなやつ。よく覚えてくれてるね。結構前に話したよねそれ。今はしっかり家族に買ってもらった素敵なお財布があるので、カードはお財布入れない派、あ入れてるのもあるし、カードケースに入れてるやつもあった。そっからこぼれ落ちたみたいですね。お高いお財布って言われた。お誕生日だから素敵な、自分がいいなと思ったお財布を買ってもらいました。今年は自分が欲しいなと思ったインテリアを購入したんですけど、それをお手伝いしてもらいます。まだ届いておりませんが、私はキャッスルスで財布を持たないようになりました。おお、かっこいいね、時代に乗っている。私はやっぱちょっと自動販売機とかでジュース飲みたいなとか思ったりしてるから、やっぱ現金が手元にあってほしいなと思う派なので、なかなかそっちに移行できませんね。まあ、スイカとかね、使えるのだったらいいけど、時々ない、使えないやつ、そういうのに限ってほしいのがあったりするからね。あと物をカードで買ったことがないから、そもそも持ってないんだけど、でもね、そういうのにしたら楽なんだろうな。なんか久しぶり、春ぶりだよ、だから。あ、ちょっと時間怖いからランキング読んでおこう。ランキング読みます。でりり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 ん、13位から読めよ。13位、タダちゃん。あ、なかなか読まないよね、タダちゃん、ありがとう。12位、サトト。11位、ヤスさん。10位がキャサリンちゃん。9位がキムテツさん。8位が岡崎さん。7位がヒロくん。6位がキアドブさん。5位がリュッケ。4位がミッチーさん。3位がコリンくん。2位が YSA さん。これを後でちょっと正式に教えてほしいな。1位がジェリーちゃん、ありがとう。バチ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 、朝からありがとうございました。すいません、ちょっと私もいつできるか読めなくて、いけると思った時にやってた。それがあと撮影終わり次第。何時に終わるかなこれ。11時
や無理かな。12時前後とかもしできたら、もしできたらやりたいと思ってる。週末いけると思ったらねできなかったらごめん。ちょっとあっています。YSA73 で合ってたってことね。 OK。 はーい、みんなもね月曜日のお仕事なんて気が乗らないと思うけど頑張ってください。うん、あと30秒ぐらいかな。うん、また後で。じゃあ撮影を完璧にこなしてきます完璧にこなすって。はーい、頑張って。私も頑張ってくる。じゃあまた後で。ありがとう、バイバーイ。